世界で一番短い聖書のお話の時となりました。昨日サンフランシスコ、アメリカから帰ってき、そして今日は金曜日ですけれども、火曜日にカンボジアに行きます。その時にですね、今回のアメリカはロス3年後だったので、20度に近づく温度で、非常に穏やかな温度だったんですね。しかしその前のニューヨーク、デンバーはちょっと寒めでした。ニューヨークは東京よりも寒かったんですね。そして東京に来ましたら、サンディエゴから来ましたから、ちょっと寒めだったんですね。ところが今度は熱帯のカンボジアに行くんですね。で、実は人間的には熱射病が心配なんですけども、しかし、私は大丈夫です。なぜ大丈夫なのかというと、神がついているからです。私はそのように祈りましたし、神の奉仕に行きます。皆さんにも神がついていると思ってください。そして神に求めてください。神は助けてくださり、全うさせてくださるんですね。それで今日の聖書の箇所は、第一コリントの13-13、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ここからお話をしたいと思います。一番優れているのは愛だということを言っているんですが、この時に、信仰と希望も重要なものであるということを言っております。特に希望というのは大きな意味合いがあります。この希望がクリスチャンにあるかないかで全く違ってしまうのですね。私はクリスチャンになった後ですね、希望を持ったんですね。それは何かというと、人生において神様が御心を行ってくださるという希望です。私たち一人人には単に生まれてきたのではなく、生まれてきて神様が何かをやらせるという目的があります。その目的ですね、その目的を私はですね、やりたいと願ったのです。クリスチャンになってすぐ、神の私に対するビジョンということを求め、それをしっかりと握ってきたんですね。で、これが実は大きな助けとなりました。私は一度も神様に対して揺らいだこともありませんし、そして神様のビジョンを目的としたので、私の行く道に神様の特別な助けが現れるのです。奇跡が起こったり、また大きなことが開かれたり、導きが開かれたりします。また同時にですね、神の目的、ビジョンを持っているので、私は揺るがないのですね。他の人に比べて、緩みませんでした。あと多くの方々がいわゆる神のビジョンを持って歩み始めると、弱々しいクリスチャンがしっかりとしたクリスチャンになるのに気がつきます。聖書でこう言っています。幻のない民は滅びる。つまり神の幻のない民は欲しいままに振る舞う、信仰的にも後退するということを言っているからです。皆さん一人一人に希望があります。最高の人生があります。それは皆さんになそうとしておられる神の御心です。それを皆さんが選んだときに、選ばないときの人生とは全く違う神の助けと、また全く違う歩みがその中でなされていくでしょう。最善の歩みをどうぞ、どなたでも神様を選ぶときに受けることができます。神様は皆さんに持っておられる目的、またビジョンを全うしていきましょう。どうもありがとうございました。